日本最古の歴史書キキに一切登場しない古代史上最も有名な人物とは誰でしょうか。それは卑弥呼。邪馬台国という土地に居住し、骨を焼き割れ目を見て吉凶を占う牧術を使って国を治めた女性シャーマンとして、卑弥呼は中国の歴史書「魏志倭人伝」や「五感書」「隋書」「北史」などに登場しています。これらの書物には、卑弥呼が日本の王として君臨したのは2世紀末から3世紀半ば、逝去したのは240年から249年の間と、かなり具体的に記述されています。卑弥呼には弟がいて、彼女を助けていたこと、また夫と子供を持たない独身の成人女性だったということが魏志倭人伝に記されています。卑弥呼亡き後、卑弥呼の弟がその地位についたという記述はなく、むしろ後継者争いで日本国内が荒れ、結局卑弥呼の親類の子女である13歳の豊という少女が後を継いだと魏志倭人伝には記されています。危機には女性の天皇、もしくはそれに類する存在として、最も古いのは4世紀あたりに摂政を務めたとされる神宮皇后、6世紀末の推古天皇、7世紀半ばの光玉天皇、7世紀末の持統天皇の存在が記述されていますが、彼女たちはいずれも天皇の配偶者、天皇の男系の子孫が成人するまでの中継ぎ的存在。その後の女性天皇には独身の方もいましたが、若い男系の子孫が成人するまでのショートリリーフ、いわゆる男系女性天皇という存在でした。つまり現在につながる日本史の中で50年以上王として君臨した独身女性の卑弥呼はかなり特殊な存在と言えます。卑弥呼は実在したとすれば、天皇制のコンセプトから明らかに外れているため、危機の記述から外さざるを得なかったことは想像に難くありません。とはいえ、子供のいなかった卑弥呼の後継を結局は彼女の親族の少女から選んだという記述からは、統治者には何らかの血族の結びつきが重んじられていたこともうかがえます。そんな卑弥呼という存在を日本人は日本の歴史、つまり天皇制の歴史から都合が悪いというだけで全て消し去ってしまったのでしょうか。リーディングで検証しました。まず卑弥呼そのものが実在したのかといえば、リーディングでは実在した。蔵のような建物の中に常にいて、左側に向かってひざまずき、何らかの牧術を行っていた様子がビジョンで見えましたので、シャーマンであったことは間違いないと感じます。やがて卑弥呼は他界しますが、ビジョンでは卑弥呼の体が羽衣をまとった天女のように上空に昇っていったため、人々は卑弥呼の存在を他界後に神格化していったと解釈しました。理由としては、卑弥呼のシャーマンとしての能力が非常に高かったため。古代日本の統治者は卑弥呼に限らず、占いや何らかの術を政治に反映させていたようですが、特に卑弥呼の牧術はすごかったものと思われます。卑弥呼亡き後、古墳時代、徐々に天皇制のコンセプトが固まり、以降男系の継承により安定した天皇制が敷かれていきます。
しかし卑弥呼の存在をどう位置づけるか。人々の言い伝えには、昔ものすごい女性シャーマンがいたという情報が受け継がれており、これを完全に無視するには無理があったのではないかと推察します。そこでこのお方が生まれたのではないでしょうか。アマテラス大神は神武天皇の5代前に遡る最も古い先祖というコンセプトです。以前の動画で取り上げましたが、リーディングでは神武天皇は突如として大和の国に現れた人間離れした存在と見ています。しかし出自が不明確では、初代天皇とするには説得力に欠けます。神武天皇の出自の始まりに、昔ものすごい女性シャーマンがいたという卑弥呼に関する人々の記憶を反映させ、アマテラス大神の存在をうまく位置づけたのではないでしょうか。天皇制というコンセプトは、家族と祖先を大切にする、歴史を受け継いでいく、そしてその歴史とは究極的に言うと日本人の DNA を継承していくというところに行き着くと思います。そこを明確にするには、Y 染色体の存在を中心に置いた男系家族というコンセプトは外せないと考えられます。当時の人々が面々と家族をつないでいく中で、この DNA の仕組みを直感的に理解したのか、あるいは神の啓示という形で宇宙人から教えてもらったのか、定かではありません。ですが個人的に思うのは、奈良時代の日本人は決して卑弥呼という存在を軽んじたわけではなく、天皇制の歴史の中にアマテラス大神の姿を借りて卑弥呼の存在をうまく融合したのだろうということです。さらに言うと、以前の動画でも触れましたが、神武天皇自体大変な能力者、つまり神に近い存在イコール宇宙人のような存在だったのではないでしょうか。そんな神武天皇に対する伝承のイメージも、シャーマンとして極めて能力の高かった卑弥呼と結びつけることに一役買ったのではないでしょうか。皆さんは日本史における卑弥呼の存在、そして神武天皇とアマテラス大神についてどんな風に捉えていますか？